世界最高峰の総合格闘団体 UFC のヘビー級世界王者ジョン・ジョーンズ35イコール米国が負傷した胸の手術を27日に行うことが分かった。復帰は8ヶ月後の見通し。動画、ジョン・ジョーンズ練習中の胸筋腱断裂の怪我を負った瞬間。ジョーンズは当初11月11日、日本時間12日に開催される UFC295 にて、元王者で同級3位のスティーペ、ミオシッチ、40イコールクロアチア、米国、との初防衛戦に挑む予定だったが、25日、レスリングのトレーニング中に左胸の胸筋腱断裂の大けが多い、急遽欠場となった。ジョーンズは自身のインスタグラムで負傷欠場の報道後初めて、動画で現在の心境を公開。ご存知の通り、 とても悲しい状況でひどく動揺している。ただ、アスリートには怪我はつきものだ。しかし、ミ好シッチとそのチームに謝罪したい、と、ミ好シッチに謝罪すると、明日、手術を受けて、できるだけ早く復帰したい。その時はミ好シッチと対戦したい、と語った。ジョーンズの欠場に伴い、UFC295 ではヘビー級暫定王座決定戦を、 同級2位のセルゲイ・パブロビッチ、ロシア、と同級4位のトム・アスピナル、イギリス、が争う運びとなっている。ジョーンズの怪我は全治8ヶ月と言われており、リハビリが問題なく順調に行けば、復帰は来年の6月あたりだ。早期回復を祈りたい。